ロン TV です、夜な夜なです今日は、はい、仕事がちょっと今終わってもう夜中今2時、2時20分ぐらいですかね、はい、でもうちょっと放置してるものがたくさんあるんでまず、ネシア871ですねの、ワテスさんからいただいた、親虫ですね、オスとメスさんでこれ46ミリのメスを、3ガーセット組んだものですね。で3月14日に3ガーセット組んで4月16日にメス抜いてます。ただ産んでる様子がなかったので1ヶ月ですね。もう本当だったらこんなショーケースだったら2週間で、終わっちゃうんですけど、2週間でメス抜いちゃうんですけど今回なんですかね、かじってるのがあまりなくてどちらかというと自分の住処を作ってるような感じのかじり方だったんでダメかなと思って一応1ヶ月間だけ、入れときでメスを抜いて、さらに1ヶ月経って見てみたら結構産んでたんですね実は、はい、この材ももう結構色がもう変わってきちゃってるんですけど、マットを見るとマットの中に何匹か、見えるという、ね、いう感じです。はい、ネシア871です。はい、では、割ってみます。久々ですね割るのもね、もうこんな感じで、吹いてます。はい、でこの材は、去年ですね組んだ組もうと思って用意したやつなんですよね。それを使わなかったやつがもうカピカピになってたのでもう一回ですね加水して、ダメ元で、組んでみたっていう材なんですけど、そしたら、まさかうまくちょっとでも産んでくれればいいかなと思って入れたんですけど、ちょっと産んでってくれてるみたいです。はい、どのぐらい産んでるかちょっとわからないんですけどね。結構ね、いい感じなんだよな、思ったよりも。まさかね、ここまで行くとは思わなかったんで、何頭入れてくれてるかな。10頭は多分いると思うんですよね。材がすごいですね。カビじゃないんですけど、もう色が良くないですね。よくこんなのかじってる。このぐらいですね。取りましたね。これにいましたね。いい。ここにね。はい、はい、まさかですね。追いました。まだやっぱり
あんま孵化してそんな立ってなさそうな感じですね。生まれた帰ったばっかりですね。こんな感じですね。あ、このマットの中ですかね。ね。結構ね、かじってる。よっしょ。はい、じゃあマットを開けたいと思いますね。結構ね、もう見た限りでちょこちょこってこれもういっておりますもんね。またして、まあけどちょうどいいですね。 あまりマット落ちを嫌がる人もいるんですけど、あの私はあまり気にしないんで。6頭7頭10頭ぐらいいそうですね。あ、これもう2で、これはでかいな。キュート、ちょっとマークしておかないとねどんな感じになるのかね。マット落ちで、いた10頭です。はい、いました。ちょうど10頭です ね、 当たりましたね、予想が。
よし。ということで、10頭ですね。イン、シー、ロー、ハー、トーとね。はい。リレーにもう入ってるのも、3頭ぐらいいましたね。よし。これね、もう少しこのまま放置しておきますね。はい。ということで、ネシア871の、割り出しでした。ちょうど10頭です。はい。アンキマTVでした。さよなら。